キオス島の虐殺は、ウジェーヌ・ドラクロワが1824年に完成した、油絵。現在は、パリのルーブル美術館の所蔵である。1822年4月11日より数ヶ月間、当時オスマン帝国統治下のギリシアのキオス島にて、独立腹を鎮圧するため、トルコ軍兵士が、 一般住民を含めて虐殺した事件の一場面をキャンバスにて表現したものと言える。1820年末よりギリシア独立のための武装放棄が始まり、1821年3月26日よりギリシア独立戦争として一連の戦闘が開始されるが、トルコ側による鎮圧も過酷なものであった。遠近法を無視したこの絵では、 左側の人物のピラミッドと右側の人物のピラミッド、二つのピラミッドで構成されている。右側のピラミッドの頂点をなす起乗するトルコ人司令官は、全裸のギリシア女性を吊るし上げ、死んだ母親にすがる幼児、荒ぬ彼方を見やる老婆が、絶望と弾圧の強い意志を表現して描かれている。人物写真もなく、活字による報道だけであった1820年代で、 絵画によるイメージという手法によりギリシア独立についてヨーロッパ市民の目を注ぐこととなった。なお、この絵画も含めてヨーロッパ諸国によるギリシア独立支援への世論によりフランスやイギリスがギリシア独立勢力の支援に動き1830年2月にギリシアのトルコからの完全独立が合意1832年6月に キリシアが完全独立国として承認される。ありがとうございます。